夜は明かりが一切ない小道がある。そこを通れば、木の字型に迂回することなく、マンションのほぼ正面に出られる。ほんの10メートルくらいの曲がりくねった頼もしい近道。ビビりなので、夜は一人では通らなかったんだけど。酔ってた。急いでた。あんたより暗いのは私という勝利者の気持ち。の3つの相乗効果である。夜、ついにそこを通った。少し歩いたところの視界の先に、月の明かりが生み出した影でおっさんがうずくまってるのが見える。立ち止まるくらいかなりビビったけど、近寄って、どうしました？と声をかけるも返事はない。今度はしゃがみ込んで、具合悪いんですか？大丈夫ですか？と背中に手をかけたら、ただのでかい石だった。何か、もうとんでもなくビビってというか恐怖そのもので。やあと自分でもびっくりするくらいの叫び声を上げてしまった。しかも、しゃがんだままビビった勢いのついた後退をしたから、キビスの位置ほぼそのままで膝だけビヨーンと伸びて、お尻は地面にぶった。ストレッチみたいです。胸の奥と脳天に衝撃を抱えつつ、おっさん、でかい石。と、旋律が走っていたけど、恐怖から来る苛立ちなのか、すごい生きり立って、体勢直して歩み寄って。大丈夫ですか？恐怖と酔いで路列は悪い。何ですか？石になる道を選んだ理由を知りたい。とかやってたら吐いた。おっさんの上に。謝ろうと、それを言葉にする前に、事態を飲み込めたし、急ぎの用事も済んじゃったし。事なきを得たけど、心の整理は、まだついて、ないし首は痛い。